突然思いついたんだ、君に電話しようと。あの日のように笑える話ばかりじゃないけど、それもまたいいでしょう。仕事はうまくいってるかい？体壊してないかい？コーチはそう悪くもない、毎日を生きてるよ。冬が終わり花が咲き、また季節が始まってゆく。あんなにも退屈だった教室が懐かしい。いつの間に僕ら大人になり、ここまで歩いたんだろう。あの頃見ていた大人にはまだ遠い気がするけれど、苦しいことや辛いこと、そりゃ増えてゆくだろう。わかってるから、頑張ってるからね、たまにはいいでしょう。さっきは言わなかったけれど、少し悲しいことがあったんだ。いや、ほんと言うつもりなかったんだけど、ごめん。ありがとう。いつの間に僕ら大人になり、ここまで歩いたんだろう。あの頃見ていた大人にはまだ遠い気がするけれど、いつの間に僕ら大人になり、ここまで歩いたんだろう。あの頃見ていた大人にはまだ慣れそうもないけど、大人になり、これからも歩いてく。きっといつまでももがいていく、そういうものなんだろう。ねえ、それでいいよね。長くなったね。またね。